歴史研究会歴史研究会は全国の歴史愛好家の親睦交流と研究発表を目的として1958年に東京で設立された文化機関。長年新人物往来社内に事務局を置いていたが、その後合詞会社歴権を経て2021年5月からはエビス交渉出版に移っている。場合によって、 全国歴史研究会と読み分けることがある。本研究会は、いわゆる学術団体ではなく、歴史ファミア、在野の研究者が歴史に親しむ広場作りを目的とした、同人サークルである。会員になる資格や制限を一切設けておらず、小学生から高齢者まで幅広い年齢層の会員を有しており、会長、役員などは特に設けられていない。活動としては、 会員からの投稿を主とする月刊誌、歴史研究の編集、発行をはじめ各種の新木行事や勉強会を行っている。また、インターネット上で会員総合をつなぐ交流、発表の場としてインターネット歴史館が開設されている。いつでも入り大会できる自由な文化機関である。2021年6月観光号からは発行元が エビス交廠出版株式会社に移り、紙面デザイン、内容の見直しが実施され、新連載の開始、カラーページの新設などのリニューアルが行われた。四大文化事業として、下記の活動を行っている、基盤事業、研鑽事業、出版事業、普及事業、会費は1年、分まとめての納入となる。これが、月間、歴史研究の購読料となる。ありがとうございます。